回話す。後ろが俺のこと芝居に来たんですよ、こいつ。急に。さっき一発もらったから。見逃しただけ。さっき一発。一発もらったよ。待っとけよ、本線だったら。地元の中学の1校上なんですけど、一番突っ張ってました。安全靴履いて学校来てたんで。怠慢ですね、いつも靴で投げないですね。負けるビジョンが見えんし、あの天狗見に来てて、西島くんにも勝てるみたいなこと言ってたんで。西島教員に勝てんの、いけますね。どっからの自信なの？なんで西島に勝てると思って。やっぱ耐久も同じだし、別にその1分間なら俺には勝たれへん。いや勝てるでしょ、勝てるでしょ。対峙した感じ勝てそうですか？勝てますね、無理やろ。やったな、やったな。来い、殴れ、おい来い来い、ここでやるとな。関係ない、恥かかせん。いいや、ちょっと目変わったね。話すやん。いや、あの感じで出てくると思ってなかったよね、まず。その、今日なのはしてたんだけどさ、そのもうプライベートでもやっぱよく話聞いてたから、はいはいはい、でもそこを売りに出てくると思わなかったから。さすがに俺もうオーディションの時笑いこらえきれんかったから、ね、確かにめちゃめちゃ笑ってたな。確かに。ただね、練習1回来たんだけど、はいはいはい、めちゃめちゃ強いよね、うん、バケモンぐらい強いよね。馬力がすごいな、うん、馬力が。いや俺朝倉海の次にポテンシャル感じてますけど。そんなに、うん、そんなにいっちゃう。いやレオもさ結構根性あってさ、めちゃめちゃ根性ある、センスあるじゃない、うん、レオくん相当強いよ。でも見た感じどっちが勝つと思う？いやでもこれはめちゃめちゃなんかええ勝負しそうやけど、せいやくんもちょっとやばかったからな。パンチ力やばいもんね。パンチ力やばいよね。あの小柄な体格から考えられんぐらい、一撃当たったら倒れるよね多分、うん、やばそう。あれはほんまにやばい。ライト級ぐらいのパンチ力ありますよ。バケモンや実際ね。はいはい、58キロ以下っていうことで、うん、はあ、やっぱ1試合目からめちゃめちゃ楽しみやな。まあ、結構切れてましたからね、うん、なんか俺の気持ちが分かんのかよっていう、うん、もうその男にしかやっぱ分かんないさ、うん、ところってあるじゃん。いやでもでやっぱさちょっと大きいぐらいだったらさ、うん、ある種こうステータスになる部分はあるんだけど、うん、あまりにもそのでかすぎてっていうので結構苦労してるみたいなんで。気になるわ、一回見てみたいな。いやまあその背が低いじゃない、うん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 、だからそのギャップみたいなのもあると思うけどね。やっぱこの身長でこのサイズみたいなさ。はい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 。でも一応さその兄弟もいるんだけど、うん、そうなの。お兄ちゃんとか、うん、でお兄ちゃんもそうなのみたいな、その家系的なさもんなのっていうのを聞いたんだけど、うんうんうん、なんか自分だけらしくて、なんかその成長が全部吸い取られてしまったらしくて、身長の身長にいかんとあっちに行ってた。そう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 、なるほど。まあちょっと楽しみですよね、うん、いやめちゃめちゃ楽しみこれ、この試合、まあ、男性視聴者が多いから多分共感は得てると思うんで、うん、応援する気持ちは多分ねすごいあると思うんですよ。なるほどね、これが1試合目というね、うん、